どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、というわけで今回ですね、秋田県にありますベンガルカレー亭マンナンさんにやってまいりました。こちらですね、本場の、インドカレーが楽しめることで今回もやっていくんですけれども、一応ですね、今回はね、辛さレベルが7段階に分かれてまして、その中のね、激辛というものに挑戦していきたいかなと思います。さらにですね、その激辛から、まあ無限にね、辛さが選べるということで、今回ね、まあ激辛プラス、ちょっとその何倍にするかちょっとまだ決めてないんですけれども、5倍かそれぐらいに挑戦していきたいかなと思います。ベンガルカレーというところ、マンナンという名前の由来は、このね、マンナンさんっていうね、バングラディッシュ出身の方がやられているカレー屋さんで、本場のカレーが楽しめるところで、これね、結構辛いそうです。で、一応ね、その激辛から、なんかね、青唐辛子とハバネロ、そしてね、約、25種類ぐらいのスパイスを使って辛みを出していくことなので、今回も汗が、止まらない、ただになるかなと思います。一旦人の感想を見ていきましょう。今日のお昼はずっと気になっていたベンガルカレー亭マンナンのエビマサラカレーとナンタンドリーチキンにラッシー、おー結構辛いやんこれと、はい、ということで、まあ、辛さもそしてねスパイスの香辛料たっぷり効いたこのカレー待ってろ。はい、早速中入ってきたんですけども、メニュー表見ますとね、いろいろ様々なカレーがありますね。で、一応ね、なんかおすすめで、結構辛いのが、マサラカレーということで、今回ですね、マサラカレーの激辛の5倍にしたいかなと思います。で、なおかつね、これカレー限らずね、ナンですね。これナンに関してはね、本場と同じくタンドールというインドの釜ですね。本場と同様焼き上げてるそうで、ちなみにこのタンドールというものは、よくタンドリーチキンと聞くじゃないですか。あの名前の由来となっているもので、チキンもあのタンドールという釜で、焼くからタンドリーチキンという、ことになっております。いただきます。さあ、チキンマサラカレー激辛5倍、お手並み拝見です。ナマステ。さあやってきました。お手が楽しみですね。これね、ルーがちょっと分かれてまして、今回ちょっとこれ、ね、特別に作ってもらったんですけども、こっちが激辛で、こっちが激辛5倍のルーになりますね。これがうわー、これね、これちょっとまず、デフォルトのこのね激辛バージョンで食べてから、ちょっと中盤ね、この5倍の、増したものをこう食べていきたいかなと思いますけども、こっちちょっと後で、ね、うま辛い、うん、あ、これはいいな、うん、おいしい。青唐辛子とハバネロ、若干ちょっと風味がしますね。うわ、口の中が、うん、これはおいしい、たまりません。さあ、そしてこのタンドールで焼き上げたこのナン、じゃあちょっとこれつけていきましょう。もちもちしてる、これはおいしい、うん、続いてチキンいきましょう。チキンね、うん、おいしいな、おい止まんねえぞ、おい、ちょっと3分の1食べ終わったところで早くも行きましょう。おいからタイム。よし、じゃあちょっとこの5倍の方をこっちに次足していきたいなと思います。激辛5倍、ちょっとまたルーいきましょう。
しい食事が一変して地獄とかしたぞ。だから苦い、やっぱハバネロ入れるとやっぱちょっと苦くなりますね。青唐辛子ですね。鋭い辛さが汗で一気に吹き出してきました。ついて食べるのはあんま泳ぎが良くないって言われてますけど、インドは逆に肘ついてこうやって食べるとマナー的にいいらしいです。聞いた話によると、この激辛5倍がでここで出るのが初めてだそうで、美味しいなこれ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ベンガルカレーでマンナンさんのチキンマサラカレー激辛5倍辛さレベル、じゃららじゃん、辛さレベル6でーす。6です。はい、激辛のね、5倍にする前の激辛のバージョン、デフォルトバージョン、これめちゃくちゃ美味しい。チキンも柔らかくてね、約こう25種類ぐらいのこうスパイスを、まあ、ミックスして、入れてるわけですけども、そんな絶妙な、どうやってそんな、ね、大量にスパイスを入れてこの味出すのっていうくらい結構美味しかったです。まあもちろんね、激辛なんで、ハバネロと青唐辛子の辛みをピリッと、やりました。途中からね、この5倍のルーを、混ぜて食べましたけども、やっぱりね、ハバネロがこう入ることによって、ね、結構ちょっと苦味がこうね結構気になるんですけども、でもそして辛みをボーンとガーンとこう来るんですけども、それは差し置いても旨味が勝つっていうくらい、うん、これはね美味しい。マンナさんっていう店主の方が言うんですけど、マンナさんとちょっと話したところですね、まあ本場ではね、まあ、別にここまで辛くはしないと、うん、やっぱうまみ、ハバネロとかね、そういったのを使ってしまうとどうしてもうまみが死んでしまう、うん、だから結構まあ現地ではもう辛いって言った時はもう唐辛子をかじればいいと、こういった感じですね。ああ、ありがとうございます。ラッシー、はい、マンゴーラッシーです。どうでしょう。美味しかったですね。ハバネロとか結構激辛な辛いものに関しては、こういったラッシーとかの乳製品で、お腹をねケアして腹痛から守って、ぜひね激辛チャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、ツイッター等々更新しますんで、チェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。